っていただいて、で B 班の方はですね、これからちょっとそちらのお風呂を見ていただきます。B 班の方、すぐにこちらに入ってください。あるんですけど、吸気をどうもね、これ経由で取ってる節があるんです。構造的にはね、だってここでブチって切れちゃうから、ボイド感が体力変じゃないと思うんですよ。軽くしたかったですね。でも逆に言うと、壁を厚くする気はないですよね。で、ここの、今の向かいに見えてるのは集会室なんですけれども、ここで、学童みたいな活動が行われていたりですね、ただの集会室ということではなくて、いろんな活動が行われている。なんていうか、学童って言ってもね、なんていうか、ちょっと行き場のない中高生のたまり場みたいな、でそういうのをこう支援するような組織で、ちょっとそこまでこう。でもこう、いろんな人を受けてるのかしらです。
上まで上がった後にもう一回降りてきますので、階段数含めて、見るチャンスがあります。でこちらから上がっていきたいと思います。この辺から割と建物の構成がよくご理解いただけるんじゃないかと思います。下の建物と上が、まあ、ロビーで分かれている。お疲れ様でした。まあ、もう一つはね、やっぱりね、この建物、いわゆるバリアフリーという観点で、ちょっとこの辺のが、まあ、メッキになったと。まあ、当時のあれでやっぱりエレベーター必要だったので、4階から2フロアアップ、2フロアダウンくらいであればっていうことだったと思います。で、ここは、エレベーター着床階ということもありますし、中階段ということで共用部が今、少ないところもあって、結構住民の方がね、ここに自転車とかね、オートバイでも持ち込んでますね。鍵よ。鍵。
見ていただくとね、あのボイドの上が全部開いてるんですよ。本当だ。さっき下で階段室の壁がボイドになってたでしょ。 あれだからね、多分ね、なんじゃないかな。で、右側の煙突はお風呂の排気です。ですからあれは多分ベンチレーション、階段室側は多分吸気になってたんじゃないかなというふうに。